はい、魔人のゲームプレイは、プレイヤーが主人公を操って、そしてパートナーとして魔人と行動を一緒にしていきます。自分一人でのプレイで完結するのであれば、それは何も新しくないし珍しくもないです。それは自分のプレイスキルが上がれば上がるほどゲームプレイは楽になっていく。ところが今回の魔人は隣にですね、自分が操作できないけれども、必ず必要なもう一人の人格というものが存在します。このプレイヤーと魔人の行動もしくは協力、最初は、パズル部分とアクション部分が割と混在して、その同じマップの中で敵を倒すアクションとパズルっていうのを両方組み込んでたんですけども、このゲームは、マップの中にギミックがいろいろ配置されている、部分もありますし、バトルで構成されている面もあります。そしてギミックを使わなければバトルがなかなか成り立たないといったようなミックスされたようなステージも、ありますし、それがでここはもう戦闘メインでいこう、でそれのバランスを全体的に取ったような形です。敵は非常に強いです。そして数も多いです。なので戦いをするときには主人公と魔人が協力をして敵を倒しやすいようなギミックを発動して倒さなければならないほど敵は強いんですね。そういうふうにこう2人が協力しなければステージが進められないギミックもあれば、2人がうまく連携して戦わなければいけない敵がいたり、非常にこう2人 の, あのコンビネーションというのが重要です。逆に今度はこう敵にダメージを与えられるとですね、敵と同じこうタールのようなもので全身がこうだんだんこう汚染されてきてしまう、そして最終的には敵と同じような体になってしまうと。魔人と主人公が協力して行うバトルアクションでギミックアクションはコアなユーザーでもかなり遊んでもらえるんじゃないか、楽しんでもらえるんじゃないか。